東方三月星は角川書店館の雑誌月刊コンプエースで東方プロジェクトを題材にして連載された漫画作品である。原作はズンで作画は当初松倉ネムが担当していたが連載途中で平坂誠に交代している。本作では主人公である三人の妖精たちが巻き起こす数々のいたずらや騒動がストーリーの基本となる。 タイトルの三月生は、日、月、生を総称する熟語、三星と日、月、生をかけたもので、光の三妖精を表している。図によると、普段は雑魚以下の妖精を主役に持ってきた三月生は、ゲームの漫画家でなくて、出所不明の漫画にしたかったとのこと。作画担当の平坂誠は、話やセリフ以外の絵的なことはほとんど一任されているが、 新長比だけは正確に描けるように、新しい登場人物があるたびに、原作者の図に確認をとっているとしている。シリーズ累計販売部数は、角川グループホールディングスの2010年3月期の発表で40万部。本校では、以降は3月生と称することとする。その他の本校で使用されている、東方プロジェクト関連の略称については、 東方プロジェクト判例を参照。松倉が作画を務めた3月生第1部と平坂が作画を務めた3月生第2部、3月生第3部、3月生第4部がある。上海アリス通信賛成版とはコンプエース連載時各話に1ページずつ設けられていた東方プロジェクトに関するコーナーである。図による漫画の内容や登場人物の補足、 ツンのコラム、天生信号、ゲーム作品や音楽作品の紹介などが掲載されている。コンプエースボリューム02からボリューム09まで全8回にわたって連載されていた。コンプエースが月間化したボリューム10以降はコーナーがなくなったが、ボリューム11に限り、3月生第1部の単行本化を記念して、上海アリス通信三成番号外として復活している。 回数表記は5で、上海アリス通信賛成版は、第1号から第8号までと号外が存在することになるが、途中から5色により回数表記がずれている。コンプエースボリューム02からボリューム06までの掲載文では、平坂誠による4コマ漫画、第0は桜の距離続きを掲載している。その他、同ボリューム0八での掲載文では、佐藤、ポン。 同ボリューム0級では、白金ひなによるイラストが使用されている。回数表記は、コンプエースボリューム0号以降、5色で、回数表記が一つずつ前にずれている。すなわち、第3号表記のものが重複しており第7号で、終わっており、第8号がない。このうち、3月生第1部相当分は、単行本化の際に正しい回数表記に直されている。三月生、 第2部相当文は単行本未収録であり雑誌掲載時の誤植が直される機会がなかった。この他にも多数の登場人物がある。ありがとうございます。